皆さんこんにちは、矢野坊大佐です。今回は兵器調達のためにここに来ました。そして今回の兵器はこちら、スキルリ。こやつが神化をすっ飛ばして重心化したってことで、これ急いでこれもう試してみたいなと思って来たわけです。何がやばいかっていうと、やはり最初に目につくのはステータス。ステータスがこれ鬼です。攻撃型とは思えない。これでゲージが乗るから優に3万を超えるという攻撃力か、スピードも速い。さらにこれアビリティいきますか、超アンチワープ。これで火力がさらに上がると。さらにいつものように治癒の祈りと。さらにやばいのが、いつもアンチ魔法陣がついてたのがいつもだったんですよ。ダメージオールがついてしまった。完全にこれはアラジンと同じ、さらにアラジンのアンチ魔法陣がついたようなアビリティ。さあ SS いきますか。 SS は8ターンプラス8、これもちょっとアラジンと似てる。さだけどアラジンと違うところは、回復アラジンはしないのと、アラジンはスピードアップするに加え、スピードもアップするが、スピードとパワーがアップするけど、こいつはパワーしかアップしない。で友情コンボがプラズマと、さらに全敵メテオが友情についているという、こういうことでございます。これアラジンと見比べてみてほしいんですが、はい、こちらですね。アラジンはまあ8プラス12か、でもほぼまあ似たような感じですよね。耐性がないだけ、まあでも耐性がないけど8ターンで回復できると思うと、キズキルリラのせいでこのアラジンくんは多分だいぶ出番が減ってしまうんじゃないかな、という可能性をね見てるんですけど、まあ使ってみないことにはわからないんで、ちょっとこれ、アラジンくんが活躍している赤社にキズキルリラ連れて行ってみたいと思います、チャンネル登録よろしくお願いします、はい、ということで、そうですね、赤社に行ってみたいと思います。これまた玉露ですね。これは玉露の赤社ですね、これは比較対象のために、アラジン君も連れていくと、ことでございます。ガオ、さあ、しか楽しみだ、今回も来れませんでしたね、3人は。3人、せっかく遊びに来たのに来なくて、非常に残念です。さあ、行こう。まずはハマっていく。まあここら辺は別にアラジン全然大差ないと思うんですけど、まずアラジンなんですよ。なんか赤シャでほんと強いっすよね。絶対強いっすよね。赤シャ絶対強い。ダメオももう OK っていう。ダメオも OK。あ、もう俺もうアラジンくんはひよこになっちゃう。アラジンくんはひよこになっちゃう。でもこいつは横にならないよ。ならない、ならない。まあとんでもないことですよ、僕もね、あのこれは発表があった時にはね、目を疑いました。なんてことだと、ほんとこれびっくりですよね。これはびっくりなせいです。あの X フラットパークの時もさ、もう終わりだよみたいな後にこれ出たらしいじゃないですか。そうですか、そうですね。憎い演出ですね。憎いっすよ。さらにこれアニメーションまで出ましたね。しかもすっ飛ばして神化を、誰が予想したことか、早いですよね。早い、重心化するに。結構アニメのキャラね、やっぱりね、結構ぶっちゃけなんかあんまり使わねえなとか思ってたんですよ。こいつは多分もう使用ランキングに入ってくるぐらいやばい。ガオ、さあ、もう完全にもう適当に打ってるだけでも雑魚が溶けていくと、本当にこのキスキルリラがやばいっていうのがやっぱり8ターンで回復してしまうっていう、さらにヒーリングウォールが出ていると全て回復してるんじゃないかっていう、あのヒットストップみたいなのが起きて、さあこれ雑魚いきます。 HP がもう全然安定してるんで、SS 打たないですか。あ、これクラブ OK。 まあでもあれも俺全然問題ない。いざとなったら打っちゃいですかね。そう、もう
の下がもうほぼ脳気味みたいな感じ、うん、でもアラジンと違うところはやはりあれかあれっすね、クリティカルかシールドじゃないっていうのはちょっとあるかもしれない、うん、ゴー。さあプラズマの威力も攻撃方が高い。おーすげえ、とんでもないっすよね。2段階目は何が変わるんだ。パワーがかなり上がるのか、すごい回復するのか、ね、回復は足りてる気がするか、うん、パワーなのか。ハッター見ますか。ハッター見ますか、ね、次ちょっとハッター見ます、うん、どれぐらい回復するかっつうのが、うん、ちょっと触れづらいが、触れづらいですけどちょっと試しますね。威力も見ながらって感じで、まあ、十分な回復ですね、これ8ターン。うーん、逆に8ターンはもうこれ回復に専念で使うような形になるような気がします。そう、戦敵メットは追い方だとノーノーと同じ、うん、2万くらいでしたっけ一発。そうっすね、うん、やっぱりそれよりはプラズマって感じです。でもこれプラズマがやっぱ十分すぎる。相当強いな。これ相当強い。大佐って地球人なんですか。地球人じゃないです。地球人じゃない。地球人は。あ、地球出身じゃないっすよ。地球出身じゃないっすよ。あ、そうなんだ。あの奇跡ルリラがちょっとひよこになってしまったんですけど。あ、ごめんなさい、私が変な質問するから動揺を生んじゃった。地球出身じゃないっす。そうなんだ。え、ミヤゴーさんは何なんですか。ミヤゴーとはまあ親族的な感じ。あ、親族なんだ。一応親族なんですけど、あれもなんか、アミヤゴさんもじゃあ地球外の血を引いてるってことですか。いや、血は繋がってないです。あ、血は繋がってないんだ。僕は養子みたいな。あー、なるほど。あ、逆にね、うん、なるほど。感じなんだ。あ、養子なんだ。養子なんだ。あんまりそこらへんちょっと、あ、なるほどね。喋りたくない。あんま触れるとね。そうなんだ。喋りたかったですけど、そう、なんかどんどん秘密が分かってきますね。さあ、パンチ魔法陣は両方状態からゲージ合わせれば、うん、高触れても戻るという、うん、まあ、ほぼひよこになることないですけど、うん、アラジンかもずっとひよこっすよ、うん、これ気にならないですね。アラジンキスキル引っ張る人みたいにしておけばね、別に。さあ行きます。2段階目です、まあ、これがもし、うん、もしクソだったとしても、うん、もうこの時点も強いですから、うん、まあ、これもう軽い気持ちでいきましょう。さあどうだ。あー強いな、これ強い。でさらに回復すると、うん、まあでも今のちょっとハマったからちょっと分かりづらかったね、うん、ちょっと次はボコボコしますよ。暴れ気味で、うん、暴れ気味で、暴れ気味で打ちます、うん、ゴー。まあ2体潰しても死にはしません。なるほど。ああ、なるほど。やっぱりスピードアップはしないけど、うん、やっぱ火力は高め。そうですね。荒く上がっても、うん、いいと。さらにこれ回復まだされてない方で回復量を見てみましょう、うん、今いきます。どれぐらい回復するのか。荒くいきます。埋まっちゃわないといいですね。埋まっちゃった。あ、でも回復量は、あ、まあ今は2あたりかな、うん、2あたり、ちょうど2あたりなので、そうですね、あれぐらい回復すると、うん、でもなんか8ターンとあんまり回復量変わりないような、うん、別に見えますけどね。パワーも違う。小川さんもやっぱパワーが違うような気がしてます。8ターンでバンバン打つのがいいんじゃないの。それとも良さそうですね。強い。これ強い。 HP が
やばくなってもこれはもう基礎ルールが解けばとりあえず何かしら解決するってことですね。これは強いっすね、マジで。大佐は、あれですか、ご家族とかいるんですか？ちょっとごめんっすよ。あ、そう。奥さんとかいないですか？あ、そういう感じです。てか、お聞きしていいのか、あれなんですけど、はい、大佐は何歳ですか？そこはちょっと言えないっすね。あ、言えない？軍港に来るんで。え、やっぱだいぶ、あれですか、長生きとかだったりするんですか？そこもいいです。ああ、そうなんだ。喋りたい気持ちはあるんですけど、うん、ちょっとそこは言えないです。そうなんだ。聞いちゃダメなことです、ね。まあなんかでもそれを聞く限り、だいぶね、地球人とはちょっと時の流れが違うと。そこは今のはヒントになっちゃいました。うん。うん、まあそういうことなんだ、うん。さあこれ回復していこうか。明日のやつで。回復しに行きます。ああ、じゃあ次のやつで回復、うん、HP がやばい。で、傷を癒したい。そっか、チェーンの祈りがね、もともと HP があるありげな状態だったから一回も発動してないですね。そう、うん、チェーンの祈りはまだ発動してない、うん、これから見れるといいが、うん、なんかちょっと縦感ぐらいか。見つけてくれてありがとう。うん、十分。まあ、まあ、ハートというかも相まって。相まって。でもダメをついたのでかいですよね。ダメをついたのは相当でかいですね。うん、魔法陣のステージもこれでもこいつな、うん、すいません、ちょっと防御アップしちゃった。フルフルしてしまっているが、うん、ちょ、赤字でも直感当たりが入ってるから、もっと言ったら直感普段の時は落ちる。で、結構もう適当にパパって打ってるけど、うん、それでもこの強さすら、ね、相当やばいです、うん、最終ステージ、最終ステージ、アラジン君、アラジン君もすごいですけど、ね、ちなみに、はい、今日あの動画の頭で言ってたんですけど、はい、兵器調達っていう言い方されてたじゃないですか。はい。これな、なん、どういう、どういうことですかね。これから大きなことがあるかもしれないです。そのためにも。その時に、モンスターストライクが武器になるんですか。モンスターストライクが武器になる。ああ。平和のためにって感じですか、ね。平和のために今兵器調達。例えば宇宙人とかが攻めてきて、一緒にモンスターやろうよ的な意味合いもあるんですか。あ、それもあります、ね。横関係を築くのは非常にないですね。まあ、一つの、うん、あれですね、交渉手段というか。ああ、なるほどね。なるほど、カーブが。一つのカーブが、あれなら揃えておきたいっていうのがありますね。ああ、今もすごい分かりやすかったですね。うん、さあ、これで終わるかな。今日はあれですよね。まあ、前回、今回、どうかしてる回ですか。まあたまには、たまにはそうですね、うん、ああもうクリア、熱い、ああ、いや、さすが、はい、ということで、はい、キスキルリラ、うん、これ赤シャバッチリっすね。これ赤シャバッチリっす、バッチリだ。赤シャ以外にもおそらくドゥーム、うん、ドゥームでやばい、うん、ドゥームもやばいし、どうだろうな、ナギゼロも普通にいけるし、うん、結構いけるところを拾いつつ、このキスキルリラのとんでもないところ、うん、だと思います、ね、あ、宮野坊弁慶時貞、あ、これフルネームです、ね、フルネームですね、あ、略して宮野坊大佐だったんですけど、なるほどなるほど、本名はここじゃないです、そうなんだ。弁慶はミドルネームですか。弁慶はミドルネームですね。
下時貞が本名なんですけど、ね、あ本名ちょっとバレちゃったなこれ。なるほど。じゃあまたぜひお仕事の合間とかに遊びに来ていただければ。いや今度はもうちょっと難しいクエストにちょっと挑戦したいんで、うん、なんかしら爆絶とかで読んでいただけたら。そうですね、うんうん、ぜひね、なんか宮坊さんが出れない時とか、M4 の、ね、生放送とかにもね。あ、そうかそうか、そう かぶってる時とかに ね、うん、予定が合えば出れるから、ね、はい、ですけどお願いしますもと。ってことで今回兵器調達としてキスキリラ買いまーす、うん、購入ということで、うん、一つの手札として、うん、こいつは、うん、超おすすめです、うん、守ってますからね、皆さん。バイバイ。